やめろお前。全国の徳田さん、こんばんは。シアル放送部コタクです。はい、ようこそ月曜日、僕のストレス発散動画の日ですね。やっぱそんな日なかっただろうと思う人もいるかもしれませんが、時代は常に最先端、この言葉を差し上げます。今日なんですけども、おまけ動画ですね。巷では手抜きだとか言われてますけどね、それがですねちょっと怒ってるんですよ。また僕の名前を使っていたずらされました。しかもまた僕にクレームが来てるんですよ。もうこのね、いたずらされる件はもうしゃあないなと思って流してるんですけど、それでこっちにクレーム来たら、まあそれは福岡の打ち上げ花火も黙ってないわなあ。でも初見の方、知らない人もいると思いますので、ちょっと僕がこれまで受けた電子的被害をまず一気にご紹介します。まあこっから始まったと言っても過言じゃないんですけど、僕の名前と会社のアドレスを使って市役所とかに爆破予告するんですね。ある日警察から連絡来まして、爆破予告しましたってね、おおおおおと思って頭爆発しそうだったんですけど、結局なんかなりすましで全国の警察の変なリストみたいなのに載ったらしくて、沢村拓の名前の爆破予告は沢村拓じゃないっていうリスト、何ですかそれって感じなんですけど、なんかそういうのがあるらしいですね。まあ、そっから警察のお世話になることっていうのはなかったんですけど、ここ最近になってまたこういうことをする人が増えてきたんですよ。これ動画で名前出した人のコメント欄を荒らしたりとか、それが本当相手に迷惑かかるんで一番嫌なんですけど、さらに嫌なのがそれを僕が悪いって言われるんですよ。一回冷静になろうよみんな。書くやつが一番の悪でしょ。僕は書かないでくれってこういう感じで常々言ってるんですけど、お前がちゃんと言わないからとかね、言ってんのよ何万回。すいません。だからこう何回も言うのめんどくさいんで、この動画チャンネルのトップに置いときます。いやもう言ってますからっていう意味も込めてね。でまだこれことが大きくなってないんで、すいませんって僕が直接謝って終わるんですけど、最近またそういういたずら増えてきたんでちょっと紹介していきますね。まずウィキペディア、僕の名前を調べるとこちら、人物チンコ、あ切れそう、中盤、視聴者からは卑猥なあだ名で親しまれているが本人は特に気にしていない様子、うん勝手に決めんな。まあまあこれは冗談で言いましたけど、だから僕のウィキペディアが荒らされる分っていうのはこれ全然いいんですよ。まあ見てて面白いですし、ちょっとしか気にしてないですし、まあその後関明夫大先生の相方に名前乗りました。元ハローバイバイじゃないんで僕は。その後なぜかウームさんに所属しました。所属してないです。声もかかってません。そして現在太田プロに所属。所属してません。太田プロ一番って言ってぐらい好きなんですけど、所属してません。続きましてビットスターさん、所属してました。所属してません。なぜか一番上と一番下に僕の名前があります。なんで挟まれてるのか不明です。他のところにも書いては消されて書いては消されてって繰り返してるんですけど、これ書いてる人は知らないと思うんですけど、すごくだるいんですよ。何がだるいかと言いますと、まず僕の端末からウィキペディアが編集できないようになりました。ブロックされました、永久に。原因は不明です。次に自作自演だろと言われる。神と仏に誓って書き込んでません。これ最近多くなってきて動画にした理由でもあります。企業さんが連絡してくださった時に、現在ホニャララに所属と拝見したのですがとかから始まるんですよ。おそらく事前に調べるでしょう。今みたいに勝手に所属させられてるせいで、そこに入ってるって思われるんですよ。もういちいち毎回説明するのがめんどくさいのよ。だからもうすいません、企業さん悪くないですけど、この動画以降聞いてこないでください。全部嘘なんで。なんか数件もそっちの事務所に連絡行ってるんじゃないかなと思ってるんですよ。とんだ拡散計画ですよね。ドッペルゲンガーですか。なんでもう僕のウィキペディアをガチャガチャにするのはいいんですけど、他を僕の名前使っていじるのは勘弁してください。本当に、まあ、ちょっと多くなってきたんでどっかで言わないとなと思ってたんですけど、せっかく月曜日もともと動画お休みなんですけど、動画上げさせていただきました。最後にですね、まあこれは企業さんに向けてなんですけど、僕が所属してるところは概要欄のアドレスにも書いてあります。カラフルコネクトというところです。うん、一番知名度ないのよ。所属クリエイター俺だけ。そっちの方が嘘くさい。それが一番悪い。